発酵エキス配合リッピンと薬黒糖性うるおう弾力ジェルもっちりプルルン。あなたローンいくつあるの？一つだよ。いくつあるの？一つだって。嘘つき。あ、まとめると手間が減る。おま、あ、以前ほど食べれなくなったんですね。こちらが成田さんの毎日の食事を記録した写真。確かに食べる量が減ってきたというだけあって量は少なめです。簡単なものが多いです。お昼はその残ったものをちょっと手加えたり、夕べの残り物を食べたり、夜になったらそうですね、もうあるものをさっさと食べて終わっちゃいます。年齢とともに食が細くなってきた。そんな時どんなことを意識したらいいのでしょうか。そんな疑問を管理栄養士の岩永さんに聞いてみました。健康を維持するためにバランスよく取る必要があると思います。そうですね、量を取るのはやっぱり難しいとは思うんですけれども、少しずつでも食材をたくさん取れるといいと思います。そうなんです、年を重ねると食べる量は減っていきがちですが、年を重ねても食物繊維、ミネラル、ビタミン、ベータカロテンなど健康を維持するためにはしっかりと栄養素を摂ることが大切なんですね。なんかそれに変わるものがないかなって思って探してたんです。そして成田さんがたどり着いたのが飲み応え野菜青汁。30種類ですか。お野菜にプラス孫は優しいっていうものが一緒に入ってますよね。そう、飲み応え野菜青汁ならこんなにたくさんの野菜はもちろん、和食のバランスに狙った豆、